夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局の南です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、南ちゃん、改めてですね、この夢叶えるのホームページとか公式ホームページ見てるんですけど、はい、なんかライブハウスの方とかいろんな方が参加して盛り上がってると思うんですけど、はい、なんか改めてどんなことができるのかちょっと教えてもらってもいいですか。はい、そうですね、夢叶えるプロジェクトっていうのは、アーティストさんだけじゃなくて、うん、実はサポーターとライブハウスっていう3つの登録方法があってですね、うん、そのサイトを見ていただくと、それぞれのジャンルで、こうどんな方がいるのかなって、どんなライブハウスがあるのかなっていうのを探すこともできますし、あと掲示板っていうものをサイト内に作っていて、そこで例えばこういう、まあ、アーティスト同士でもこういうことをしたいので企画するので、なんか、はい、こうなんだろう、集まってくださいみたいな、こう自分に向いてる条件があったらそこで交流できる、うん、でもちろんサポーターもライブハウスの方も見れるので、うん、こうアーティスト、サポーター、ライブハウスっていう3つをこうつなげていくみたいな、うん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 、役割もサイト内で、まあ、担えているかなと思います。なるほど。じゃあこれからライブハウス探してるアーティストもそこに来ていただけたらいいと思いますし、はい、そうですね、うんうん、あとなんか主催ライブやりたいとか、うんうんうん、ちょっとアーティストと交流したいみたいな人も集まって登録してもらえたらっていう感じですね、うんうん、はい、そうですね。いや、素晴らしい。夢叶えるの公式ホームページ、皆さんぜひチェックお願いします。お願いします。さあ、この後は夢叶えるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間をご紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか。お楽しみに。ターナー先生の夢叶ラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶えるの南さんと一緒にお送りしていきます。改めてよろしくお願いします。さあ、今週も夢叶えるの素敵な仲間、夢叶えるフレンズに登場してもらいましょう。この方です。皆さんこんばんは、あゆかです。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。はい、東京を中心に音楽活動しています。豆腐メンタルロックガールというキャッチフレーズで活動させていただいておりまして、音楽活動歴は今4年目に入りました。よろしくお願いします。お願いします。もっとゆっくり喋っても大丈夫ですよ。あ、早いか。僕がね、早いからね、もう飲まれそうになってるかもしれないですけど、うん、そしてあゆかさんね、2回目の登場で、前はねリモートで来ていただいたんですけど、ちょうどね1年ぶり、去年の10月1日の放送出ていただいて1年ぶりということなんですよね。今回そのスタジオに来てどうですか。このスタジオはやっぱ家と違って緊張感がありますね。ああ、家より緊張しますか。はい、なかなかラジオも出る経験があんまり多くないので、あ、慣れてないので。なんかお家の時あれパジャマ着てやってました。いや、服装までは覚えてないですけど、なんかパジャマとかでこうソファでだらーっとしてた感じの。そんなことは多分ないと思います。違いました。南さん、このあゆかさんについてはどんな印象ですか。はい、もうあゆかさん、皆さんご存知だと思うんですけれども、本当にたくさんの賞を受賞されてましてですね、ガムシャライブセーブザライブの投げエール1位、夢叶えるミュージックコンテスト2022ゴールド賞受賞、ガムシャライブガムシャラバンドアワードにもご出演いただいて、ミュージックビデオコンテストボリューム3一般部門ゴールド賞、夢叶フェス2023にもご出演いただきまして、そして、まあ、先ほど言ったようにターナー先生の夢叶ラジオの第1回、記念すべき第1回にご出演いただきました。でこのゴールド賞っていうのが第1位っ
ていうことなので、はい、もうそうですね、あの参加され2022年3月から夢叶えるのイベントに参加していただくたびにそのタイトルを総なめにしてきた、まさに夢叶の女王だと思います。夢叶クイーンのあゆかさんの曲早速リスナーの皆さんに聞いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。はい、初めて夢叶えるさんのミュージックビデオコンテストに参加した際にもあのこの曲でゴールド賞をいただきました。あゆかでコーディネート。お届けしましたのはあゆかコーディネート。いや本当にあゆかさんの魅力が本当に詰まった本当素敵なセンスのある曲です。南さんいかがでしょうか。はい、もうまさにクイーンの曲を聴かせていただきましたが、うん、なんかすごい個人的な話になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、私女性はハスキーボイスがすごい好きで、はい、これ夢叶える事務局に私が入った時にその過去コンテストの受賞曲とかも聞かせてもらってて、うん、その時に本当に声かっこいいなって思った記憶があります。でなんか本当セクシーかっこいい声、うん、そうなんですよ。だけどこう歌い方かわいいポイントもあるじゃないですか、うんうん、だけどこうドーンって入ってくるメインのところはかっこいいみたいな、そう、うん、なんでもずっともっと聞きたいみたいになりますよね。ずるいよ ねここまで来るとずるいもう全部持ってる魅力を。さあ今週はシンガーソングライターのあゆかさんをゲストにお招きしています。初めましてという方のためにもいつもはどんな活動をされているか教えていただいていいですか。はい、日々の活動としては自宅でライブ配信をしながら弾き語りで音楽をお届けしていて、最近では週末路上ライブをしたり、お、まあ、楽曲のリリースは結構まあ積極的にやっている方だとは思います。
あれですもんね、毎月リリースとかもやってましたもんね。そうですね。なんで音楽活動歴今そう3年半弱なんですけど、うん、オリジナル曲は今日でなんと40曲になりまして。40曲すごい、すごい。じゃあちょっとその40曲を今からアカペラでメドレーで歌っていただいていいですか。サビだけでもいいです。出演時間めっちゃ長くなっちゃうかもしれないですけど。いや全然大丈夫ですよ。今日は嬉しいです。今度なんかじゃあこうサビだけ詰まったなんかねトレーラーみたいなのをねちょっとかけたいですよね。ぜひともちょっと作っていただいて、かけてもらえるならもう作ります、絶対。はい、ぜひとも。そんなあゆかさんはこの番組に昨年10月にご出演していただきましたが、それから1年経ってます。この間何かニュースや活動の変化ありましたか。はい、その後の1年間も自分なりにいろんなことに挑戦してきまして。いいですね。大会では1個大きな大会でグランプリいただいたり、うんうん、あとタイのバンコク日本博っていうのに出れるっていう大会でもすごいグランプリいただいて、初めて海外でライブをする経験をさせていただいたり、うんうん、最高ですね。はい、であと何ていうんですかね、私自身がすごく豆腐メンタルロックガールっていうだけあって緊張しいだったりするので豆腐メンタルだからね、はい、それをちょっと克服少しでもしようと、うん、まあ、克服はできないかもしれないですけど、まあ、離れをしようっていうこともあって、うん、路上ライブを新たに始めたりなどしてきました。でもまずそのタイ海外で公演するってどんな感じでした。いや今まで立ったステージの中で一番大きかったんですけど、おお、まさか自分の今までやったライブの中で多分一番盛り上がっていたかもしれないです。うわすごい。すごいすごい、やっぱタイの皆さんあったかくて、うん、初めて見るアーティストなのに本当にみんな結構集まってくれて、うん、コーディネートも歌ったんですけど、最後のサビの前でジャンプするっていうお願いを、うんうんうん、まあ、タイ語でお願いをしたら、はい、本当にみんなしっかり飛んでくれて、はい、うわすごい気持ちよかった。いいですね。初めてかもしれないです。なんか基本的にライブしてるとき私緊張の方が勝っちゃうんですけど、とか自分のミスとかにこう落ち込むことの方が多く終わるんですけど、うん、その日はなんか気持ちよかったなっていいですねいう感想で終わりました。タイを中心に活動されたらいいんじゃないですか。もしかしたら東南アジア、ね、拠点移した方がいいかもしれないです、うん、まあ移すっていうか、まあ、半々ぐらいでもいいですよね。そうですよ、ちょっと日本も寂しくなっちゃいますよ。そしてストリート路上ライブも始められたっていうことなんですけど、そのきっかけとか、どんな感じですか、内容とかは。この2023年の活動目標が、うん、12月にワンマンライブやるんですけど、そこで、はい、まあ、少しでも多くの方に足を運んでほしいっていうのと、うん、いつも緊張して終わってしまうライブになるのが本当に悔しくてたまらないので、まあちょっとやっぱそこにそのライブを大成功させたいっていう思いが強くて、はい、うん、それを今年の目標に挙げているので、そのために何をすべきかなって考えたら、うん、まあ、メンタルを鍛える意味でも新しく知ってもらう意味でも、うん、路上ライブっていうのはすごくいい方法かなと思って始めてみました、うん、実際どうですかやってみて。いやまだ未だに慣れてはなくて、うん、歌い始める最初の第一声を出す時が本当に緊張してしまうし、うんうん、まだなんていうんですかね、歩いてる人をどんどん足を止めさせるほどのこう余裕というか、その自分らしさを出せるみたいな、そういうところにはまだ達していないというか、まあ、でもそれでもまあなんか最初の頃よりは、うん、まあ、心がちょっと鍛えられてきてはいるかなっていう感覚はあります。なんかその緊張、僕もボイストレーナー30年やってるんで、その緊張がねテレビとかラジオとか当然ステージとかでみんなあるんですけど、その緊張をプラスに変えるみたいなね、ことメソッドじゃないけど、そういう感覚でね皆さん最終的に乗り越えたりしてますけど、そういうのってどうですか。そうですね、なんかよくそれも言っていただけて、緊張自体は悪いことじゃなくて、うんうん、まあ、それをプラスに集中力に変えられるといいよねっていうふうに言ってもらうんですけど、うんうん、まだ本当に多分みんなの想像の何十倍も緊張の方がちょっと大きい人で、私本当に声が震えないようにこう体に一生懸命で支えて制御する、あ普通に緊張してるのをそのまま
歌っちゃうと結構 声自体が震えてしまうので、ああそれをこう抑えるので結構いっぱいいっぱい。大変だね。でもなんかそれがあっての歌声なのかもしれないし、なんかそのね豆腐メンタル売りみたいになってますからね。これからもぜひその緊張感で頑張っていただきたいと思いますが、はい、そしてなんとね本日ニューアルバムをリリースされたということでお越しいただいたんですよね。そうなんですよ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、12ヶ月連続リリースで出した曲を、うん、セカンドフルアルバムで出したんですけど、はい、その時はなんかまあいろんな楽曲に挑戦して、まあ、なんか自分がどんな今後音楽活動をしていきたいかっていうのをこう定める探す1年だった気がするんですけど、うん、それを経て、まあ、なんか自分がやりたい音楽っていうのがちょっと定まって、でその上で今回はなんか 私が届けられる音楽はこういう音楽だろうっていうのを、そういうのを意識して、今回もハイボーマッスルさんっていうバンドさんの鈴木ひろむさんと一緒に、うんうんうん、作っているアルバムなんですけど、そういうふうに私のいいところをこれから出していくためにっていうのを考えながら作った意識したアルバムになってます。はい、まあ、前回はねそうやって12ヶ月連続リリースのものがアルバムになってますが、それと比べて今回みたいなまた違う制作の方法、これはどうでした、大変でしたか。そうですね、1年間 その12ヶ月連続リリースを経て、うん、自分の豆腐メンタルっていうのをなんか克服した方がいいのか、それを売りというか持ってた方がいい持ってた方がいいのかっていうのを結構、うん、考えたりしたんですけど、うんうん、まあ、結果的に、まあ、それを持ってなんかだからこそ届けられる音楽を届けていくのがいいっていう風に私の中で思って、うん、なんでまあ一つ前のアルバムは本当にバラエティに富んだアルバムになったと思うんですけど、うん、今回はなんか私らしいアルバムになったかなと思っていて、なので、うん、まあ、楽曲作りの方も、まあ、基本的にはその鈴木ひろむさんにお願いをしているんですけども、うんうん、まあ、なんかその私のことをすごく理解してくださってるので、まあ、比較的スムーズだったのかなとは思っています。はい、そのコンセプトとかありますか。コンセプトは一応毒っていうテーマを、毒ポップを最初にのテーマとしてあげて、うんうんうん、作り始めて、ただまあ作ってってるうちに後半はなんていうんですか、最初はなんか毒を吐くみたいな、うん、なんかそういうイメージだったんですけど、だんだん曲を作って撮ってしていくうちに、まあ、後半の方に行くとなんか少しなんていうんですかね、悪い毒ばかりっていう感じじゃなくて、ちょっとなんていうんですか、イメージが治癒っていうか、なんていうなんかわざ毒なんて言えばいいんだろう、難しいな、毒で治療するみたいな、まあ、毒っていうのは悪いことだけでもないんだよっていうことですよね。そうですね、そう、なんかすごい深い、うん、ちょっとそんな深いアルバムの曲1曲聴いてみたいんですけどどの曲がいいでしょうか。はい、ギフトっていう曲をお届けしたいんですけど、アルバムでも1曲目に収録されておりまして、このギフトっていうタイトルがドイツ語で毒っていう意味なんですよ。でこれがアルバムで本当に一番最初に制作した曲になっております。なのでぜひこの曲を聴いていただきたいなと思います。あゆかでギフト。どうでもいいことばっか見せないでほしいの感覚にぶった、どうでもいい人ばっか絡まないでほしいの、つまんない。これ以上いらないわね、話して毒のように甘い思いがぐじゅぐじゅと腐らせていく、生きていくためだけのおまじない、呪いのように捉えて無理やり釣り上げた口が裂けていく、
のをどこかで待っている。残骸で埋まるおでんのゴミだらし、この足で立つの。お届けしましたのはあゆかギフトでした。いやー、このコーディネートからギフトへのこのなんか成長というか、ものすごくさらになんかファンがドキドキさせるような音楽に仕上がってますけど、みなみちゃんどうですか？いやー、本当になんか聞いていてすごい歌詞が入ってくる曲だなってまず思って、でなんだろう、こう弱いとこにも向き合ってくれるので強くなろうって背中を押されるなっていう印象だったんですけど、聞いた時、うんうん、なんかすごいさっきお話伺った内容とリンクしてるなっていうか、そうね、うん、なんか確かに毒っていうちょっとね毒々した強さみたいなのもありながら、でも私は結局励まされるなみたいな感じに思ったので、うん、なんかその治癒力みたいな、なんかそっちもなんか本当にちゃんと曲から伝わってきてるなってすごい思いました。うん、本当大変素敵なコンセプトですし、それが本当に音楽に現れていて、でしかも聴きやすいというか、すごい素晴らしい楽曲だと思います。ありがとうございます。はい、さあここでこの番組の恒例の質問をさせてください。あゆかさんが今後叶えたい夢は何でしょうか？はい、夢かなりさんの大会でも結構何度も言ってはいると思うんですけど、私の夢が2つあって、1つはロックフェスに出演すること、でもう1つが音楽活動を始めたきっかけの上田まりえさんというアーティストさんと共演をすることです。いやー、あゆかさんのねこれだけの才能があればもうぜひ実現できると思います。そこで南さん、夢叶えるからもエールをお願いします。はい、この先もずっとですね、夢叶えるの女王として、夢叶クイーンとして輝いていっていただけたらなと思います。これからの活躍も楽しみにしています。ありがとうございます。はい、そろそろお別れの時間になってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことはありますか？はい、今回のアルバムのリリースを記念してワンマンライブを開催します。12月9日土曜日に渋谷のクラブクロールというライブハウスで開催します。ワンマンライブのタイトルがギフトという、先ほどかけていただいた楽曲と同じタイトルになっています。ただワンマンライブの方のギフトはプレゼントという意味で、楽曲の方のギフトは毒っていう意味で、ちょっと意味は違うんですけど、2つの意味を持ってギフトというタイトルのワンマンライブを開催します。 E プラスの方でチケット発売中ですので、よかったらぜひ遊びに来てください。ツイッターの方もね頻繁に更新されておりますので、あゆかさんのツイッターフォローもお願いします。今後もあゆかさんの活動を応援しましょう。ということで今週の夢叶えるフレンズはあゆかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。ターナー先生の夢かなラジオ。ここで一曲お届けしましょう。夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームス。未来へ黄色い太陽を見
お届けしましたのは夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームスでした。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ、ラストは夢叶えるミュージックビデオコンテストボリューム4で事務局長特別賞、夢叶えるバンド賞のダブル受賞を果たしたギャムズのレインドロップスを聞きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。クラウドファンディング頑張っております。ぜひ皆さんターナー先生でツイッターのフォローをお願いします。そして夢かなテレビがむしゃら応援団シーズン2が夢かなえる公式 YouTube で全話配信されています。この番組では夢かなえるに登録しているバンドやアーティストの特集、ライブイベント、夢かなえるミュージックビデオコンテストの裏側の模様が見られます。番組 MC は元 AKB48 の松井咲子さんが務めてくれています。詳細はぜひ夢かなえる公式ホームページや SNS をチェックしてください。さあ夢叶えるプロジェクトでは夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局の南でした。また来週、さようなら。Raindrops.